人の男がプールの中から何かを探しています。その時、死体がプールから浮き上がってきます。一体彼らに何が起きているのでしょうか。デリー You break the rules, you die. You follow them, you live. Maybe.コロナウイルスより深刻な感染症が蔓延して、世界はパンデミックに陥ってしまっていました。一部の生存者だけが何とか生活を維持しています。街はすっかり廃れてしまっていました。ウイルスが蔓延した世界で、ブライアンたちは安全な場所を探しています。彼らは感染者は助けないという独自のルールを決めて生き延びてきました。Can you? It has actual writing on it. Very funny. Hey guys. All right, when is everybody? その時、ガソリン切れで助けを求めている一人の男と出くわします。My daughter and I, we ran out of gas. I'm sorry we can't help you. Now move your car. Brian, he looks clean. Or he could be incubated. Think about it for a second. Guys! She's got it.すぐにその場から逃げるブライアンですが、運悪くブライアンたちの車が止まってしまいます。結局彼らは男の元に戻ることにします。ブライアンは車を奪おうとしますが、男は助けてくれるとワクチンがある場所を教えると言います。結局男たちを隔離させて彼らに協力することにします。こうしてブライアンたちは感染者と共に行動することになります。その日の夜、ブライアンたちは車を止めて男たちと共に休憩をすることにします。ブライアンの弟ダニーは自分たちの目的地を教えて、そこでウイルスが死滅するまで隠れる予定だと彼らに言います。次の日、彼らはワクチンがあるとされる場所に到着しました。I'll stay with her. I'm serious. Do not get too close to her. I'm serious. Just go. ブライアンたちは男を先頭に建物の中に入っていきます。ワクチンはもちろん、人の姿も全く見当たりません。Looks like your hospital ran out of patients, Frank. 諦めてその場を去ろうとしたその瞬間。There are people here. そして彼らは研究室のような場所を見つけることになります。すぐにワクチンについて聞いてはみますが、ワクチンは一時的な効果しかなかったと悲しそうに医者は言います。その医者は感染している子供たちと共に自ら命を絶とうとしていました。結局男は医者を止めることができませんでした。ボビーが子守をしている最中に感染している少女が急に倒れてしまいます。少女を助けようとしたボビーは結局その少女と接触してしまうことになります。少女たちを置き去りにして、ブライアンたちはその場を離れることにします。ボビーが少女と接触してしまったことを隠したまま、ブライアンたちはもう一度目的地に向かうことになります。
そして彼らは誰もいないホテルに到着し、一晩そのホテルで過ごすことにします。Hey, Danny, I found the pool. You wanna play Marco Polo? プールの中はすでにウイルスに感染されていました。気分転換をするために彼らはホテルの施設を楽しんでいます。 Hey, you okay? Just come out of there. Please give me a hand. Come on, get over it. Get over it. Stop it. Come on. Don't.ブライアンの恋人ボビーは少女との接触がまだ気になっているようです。ホテルに戻ったボビー以外の3人はゴルフを楽しんでいました。ブライアン、その日の夜、ホテルに怪しい人たちが侵入してきました。ダニーとケイトは侵入者に見つからないように息を殺してホテルを逃げ回ります。その瞬間、Who are you? Let him go! 結局ブライアンたちは全員侵入者に捕まってしまいます。ブライアンたちは追い出されることになってしまいますが、侵入者の一人が女性を残すべきだと言っています。しかしボビーの体がすでにウイルスに感染してしまっていることに気がつき、ブライアンたちは全員追い出されてしまいます。車内では無言が続いていました。 Get out. 結局ブライアンはルールに従って感染者のボビーを置き去りにすることにします。 I do not do this. It was for the food. When you get to town, you find aComfortable place, you know, with a good bed. 少量の食料だけをボビーに渡し、ブライアンはその場を去っていきます。もう一度目的地に向かう途中、またもやガソリンが残りわずかになってしまい、仕方なく通りすがりの車両に助けを求めることになります。ダニーが断られると、ブライアンはその車を襲ってしまいます。They weren't gonna give it to us, Danny. You hear me? I am talking to you, and I'm telling you what to do, you self-righteous fuck! Somebody had to do it. Was it gonna be you, Danny? You asshole! I'm an asshole for what? Tell me, Danny. Asshole for what? For what? Stop here.Hey, Brian, we're gonna stop at this house, okay? We're gonna find something to dress your wound with. 負傷したブライアンのためにダニーは空き家に侵入して薬を探すことにします。その時、無事ダニーは薬を手に入れますが、兄ブライアンが感染していることに気がつきます。その日の夜、ブライアンの体調がさらに悪化していく中、ダニーとケイトはブライアンを置いてその場を去ろうとしていました。
going, Danny? しかし勘のいいブライアンは車の鍵を隠し持っていました。Just give me the keys. You want them? Shoot me. Or take me with you. My little brother. You made them.結局目的地に到着したのはダニーとケイト2人だけでした。ダニーはその場所でブライアンとの思い出を振り返りながら映画は終わってしまいます。過酷な環境で生き残った人間は果たして本当に生きていて幸せなのでしょうか。そんなことを考えさせられる映画フェーズ6のレビューでした。